2021年進化した私を見せる時がやってきました。さばける塾スタートです。日本さばける塾は日本財団海と日本プロジェクトの活動の一つとして、海に囲まれた日本は美味しい魚を食べる食文化があるなど、私たちの生活は海の恵みをたくさん受けています。しかし今、海ではゴミが増え、海が汚れ、海水温度の上昇といったさまざまな問題が起きています。さばける塾では魚をさばく感動体験で海に関する気づきを持ってもらい、海洋問題に関する情報を発信するイベントです。今回も三重調理専門学校の協力のもと、7組24名の参加者の皆さんが伊勢マダイ、そしてアジをさばいていきます。デモンストレーションが終わるといよいよさばいていきます。私のさばきっぷりは後ほど。皆さんうまくさばけてますね。続いてさばいた魚を調理していきます。今回のメニューはタイの黒いパエリア、アジ、伊勢マダイのフライ、タルタルソースです。実はところどころ三重ならではのものが使われているんです。わかりましたか？タイの黒いパエリア、伊勢ひじきを使っているんです。どうですか？美味しそうにできましたね。いただきます。いただきます。出来上がった料理をみんなで試食です。皆さんの試食中に私と三重調理専門学校岩本先生による海の学びのお話を皆さんには聞いてもらいました。海がね、こう汚れてますっていうのは実感ないと思うんですけど、実際ね、やっぱり環境変わってきてます。皆さんちょっとでもいいのでね、感謝しつつ環境配慮というふうにしていただければと思いますね。魚にも興味があるのでやってみたいと思いました。案外行けたところもあるし、楽しかったです。マグロとか高級魚とか一回触ってみたいかなと思って。この後参加者の皆さんにはさばけるライセンスカードをお渡ししました。皆さんご苦労様でした。ここからは私宮本のさばけるチャレンジ、伊勢マダイで挑戦します。実は私2年前にも挑戦していまして、その時は合格をいただきたんです。じゃあ2年経ってますね。進化してますね、かなり。期待してますので、はい、頑張ってください。はい、任せてください。少し硬いです。はい、あれ違うのかな。ちょっと待ってくださいね。できました。どうでしょうか？逆にどうでしたか？身が残っちゃったのが、ちょっと食品ロスとして出ていますので、はい、はい、今回方針ならずと次頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。皆さんもお家でお魚をさばいてみてはいかがでしょうか。日本さばけるプロジェクトのホームページにはいろんなお魚のさばき方の動画がアップされています。ぜひご覧ください。海と日本、チャンネル登録よろしくお願いします。